松潤さん、五島列島の紹介ありがとうございます。私ね、五島列島がすごい素敵だなと思うのは何点か原因がありましてね。速稼塾の塾生さんも五島列島にお住まいの方がいらっしゃって、ぜひね見に来てくださいということで、出かけるとこだったんですけども、感染症が起きましてね、直前でちょっとキャンセルになりました。なんかイルカのウォッチングとかもあるみたいで、船で出るとすごくイルカとね追っかけっこができるみたいなことも聞いたんですけども、それもね楽しみの一つでもあります。そして映画なんですけども、武田鉄矢さんの出演されていたこの刑事物語っていうのはね、全部で5作作られてるんですよ。でこの5作の概要っていうのは、片山刑事扮するですね武田鉄矢さんが日本全国各地を流れ物の刑事として移動しながら、その地域の事件をちょっとね破天荒なやり方で解決していくっていう方法なんですよ。で解決の方法が破天荒なんで、惜しまれつつその地域にはいられなくなって転勤になって他の地区に行くってことを繰り返して、日本全国の名所を紹介しながらね、なかなか人情味あるストーリーを展開していくって形でございます。残念ながら5作で終わってしまったんですが、当時ですね、日本版のジャッキー・チェンを作ろうということで、灯籠剣というね憲法を引っ提げて、武田鉄矢さんがハンガーヌンチャクをね、代表的な武器としながらコミカルに描き上げているものなんですよね。でも武田鉄矢さんが五島列島に行った時、マドンナは沢口靖子さんというね、当時キャンペーンガールかなんかになったばかりの新人の女の子でした。その映画をきっかけにすごいビッグになったんでしょうね。そんな思い出がありますね。でこの五島列島、男はつらいよの寅さんでも映画になってるんですよ。これは35作だったと思いますけども、寅さんが旅をする中で、あるおばあちゃんとね知り合うんですね。その時に仲間のポンシューってのと2人で旅したんですけども、そのおばあちゃんにちょっとお世話になって一晩の宿を借りるわけですけども、ただ深夜にそのおばあちゃん亡くなるんですよね。もうお年でしたからね。そして最後に寅さんとそのポンシューと一緒に宴を持ったということがね、ものすごくいい味を出している映画の肝になるわけですけども、そのおばあちゃんがキリシタンということだったです。でこの五島列島ね、昔キリシタンが多くこの島で信仰に伏していたようです。もちろん長崎藩も中央政府幕府もこのキリスト教の日本への侵入っていうのをものすごく嫌がったんですよ。というのがキリスト教っていうのは世界中あらゆる国に入っていってですね、その後キリスト教の名のもとに軍隊がその地区を支配して侵略してしまうという、そんな歴史がですね、アメリカ大陸南北問わず、そして、オーストラリア大陸、東南アジア全域、こういったところに由来するからなんですよね。で相当な日本は警戒をして、キリスト教を信仰するものを弾圧したりね、処刑したりしてたわけなんですよ。でその中で逃れて五島列島にたくさんの教会ができて、そこに信仰を集めてたわけなんですけども、幕府の手はここにも伸びていくっていう形ですよね。その辺はまたね、別の作品サイレントなどで紹介されてると思いますので、そこにねストーリーは譲ろうと思います。で最後にですね、長崎女性の特徴についてちょっとお話ししようかと思うんですよ。長崎女性っていうのは落ち着いた物静かなタイプが多いというふうにされてますけども、いかがですかね松潤さん。で自分では人前では自分らしく振る舞えないと感じているタイプが多いみたいです。あまり自己主張せずに周りに溶け込むことを第一に育ってきたというふうな感情を持っている方が多いみたいですね。人に寛容であるのと同時に面倒なことに関わりたくない、ことなかれ主義といったらねちょっと嫌な言い方になるかもしれませんけども、人の欠点やミスを許す優しさがある分、自分も時折ルーズになる時があるというふうに分析する方がいます。私は長崎の女性そんなにたくさん知りませんのでね、そんなもんなのかなと思いますけども、恋愛傾向についてちょっとね、調べたレポートがありますので読ませさせていただきます。短いです。人見知りの長崎女性はガードが固く、恋愛は奥手です。興味がある相手はまず静かに観察する人が多いでしょう。
刺激的な恋愛よりも平和的で長く続く関係を重視するということになっております。パートナーをミス、パートナーのねミスを許す優しさがある一方で、本気で怒ったら怖い一面を持っているということで、浮気に関しては男性をものすごく劇場的に攻撃するんですけども、でも同時に許す気の長さもあるそうですねまあですんでね、長崎の女性と男女関係で揉めた男性は一時期頭を低くして嵐が過ぎるのを待ってるといいというふうなことを言う人がいます。私は知りませんよで、結婚傾向なんですけども、パートナーと安定した信頼関係を大切にする長崎女性、この特徴はですね、良い家庭を築くタイプだと言います。要するに家庭の中をねしっかりと支えてくれる方だと思います。で、若いうちからまるで老夫婦のような落ち着いた雰囲気を晒し出すことがある。それがだからね、長崎女性の寛容さであり大人っぽさでありミステリアスな面ではないかなっていうふうに分析されております。他の意見もあると思いますけどね、当然ね。で、全体通してですね、相性の良いタイプっていうのは周りに溶け込み誰にでも優しい長崎女性はどんな人にも好かれるタイプだと言えると。中でも同じように優しい長崎男性、ちょっと頑固なところがある佐賀男性との相性は良いというふうに言われております。で、いろいろとねまとめますとね、こういうふうなレポートもあります。長崎の県民性っていうところに言及してるんですけども、長崎の県民性は優しさとか穏やかさが特徴らしいですね。癒されたいなら長崎男性や長崎女性をマークしようということだというふうに締められております。そうですね、長崎は今日も雨だったという曲が昔ありましたけども、まあ全体的に穏やかな雰囲気がする、そんな場所が長崎。その中でもちょっとミステリアスで物悲しい歴史を持っているのが五島列島なのかなというところで、映画の舞台によく選ばれるのもそんなところが魅力なんじゃないかなと思いますね。それではいってらっしゃい。